はい、発表されました静岡祭りの大御所役です。とびっきり静岡土曜前にもご出演いただいていますココリコの田中直樹さん、そして別所哲也さんが大御所役に決まっています。静岡市の春の風物詩、静岡祭り。そのメインイベントである大御所花見行列で、徳川家康に扮して静岡市内を練り歩く大御所役を、とびっきり静岡土曜版にも出演のココリコ田中直樹さんと、島田市出身の俳優別所哲也さんが務めることが今週水曜発表されました。お二人の意気込みは。静岡の皆さん、こんにちは。ココリコの田中直樹です。この度この静岡の地で大御所家康公役という大役を、務めさせていただきます。とっても光栄な気持ちでいっぱいです。ぜひ皆さん4月1日大御所花見行列にぜひお越しください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。静岡の皆さん、こんにちは。この度大御所家康公役を務めることになりました別所哲也です。4月2日の大御所花見行列、ぜひ見に来てください。お待ちしております。新型コロナの影響で見合わせていた大御所花見行列が去年3年ぶりに復活。俳優の鈴木福さんらが大御所役として出演し、沿道は多くの人であふれました。今年の静岡祭りは去年に引き続き検温やマスク着用が求められますが、コロナ禍前と同じ規模の開催が予定されています。素晴らしい春の祭りになるということを私ども期待しております。今年の4月はみんなで楽しみたいと思います。静岡祭りは来月31日の前夜祭りを皮切りに4月2日までの3日間開催されます。はい、ということで静岡祭りは3月31日金曜日の前夜祭りから4月2日日曜日まで行われます。大御所役4月1日土曜日はココリコの田中直樹さん、そして4月2日日曜日は島田市出身の俳優別所哲也さんが務めることになりました。2020年は祭り自体が中止になりまして、2021年は規模を縮小しました。2021年は大御所花見行列なくなったんですね。そして2022年には復活しまして、今年コロナ禍前と同じぐらいの規模で行われるのではないかということになります。なるほど。